本当だ。いいよ。あれ。2時間もやってあげる。民族の象徴だ。あれ、エイジワンに戻してやるみたいなやつがあったんですけど、どれだか忘れちゃった。やる気なバンズ。まあいいや、始めます。はい、始めます。やりましょう。オイス、準備完了。いいっす。ですよ、完了。足までさんが準備完了していただけるかな。はい、よし、オッケーです、始めます。はい、あら、始まんね。ああ、いいんだいいんだ。はい、ゲーム開始。おお、音楽流れ出した。はいはい、ゲーム開始します。はいはい、行きましょう。はいはい、行きましょう。はい、おい、何するんですか。まず羊、まず人間を建物の近くに集めましょう。どうやって、まず左クリックして、その後動かしたいとこに右クリック。そう、左クリックを押しながら、あのマウス引っ張ると範囲で囲めるんで。あ、本当だ。そうそうそう、そうすると囲んでる人は白い円で表示されるので、あるいは真ん中のちょっと下側の真ん中あたりに今囲んでる人の数が出ます。じゃあ一回集めました。で、同じ要領でめいめいちゃんも集めましょう。そんなに全然動物いないっす。いないっすね。そしたら馬に乗ってる人がいるので、います。その人をクリックして、右クリックで移動させてください。暗いところとかを。ああ、なるほど。そうそう、探索しろと。そう、金がいっぱいある。金はね、大事ですね。いいことです。待って、金しかねえよ。めいめいちゃんいないですか。羊さん全然いないですね。一切動物園も乗ってる人しかない。じゃあなんか赤いキイチゴみたいになってるとこないですか。あ、めいめいちゃんいた。そう、めいめいちゃんを発見するんじゃ。あ、ない、全然めいめいちゃんいない。クリックして、クリックをしてどうするんでしたっけ。右クリックで移動していくと。そうそうそう、移動、あの、そう、移動の指示は右クリックで。あ、海沿いだ。これも、はい、で、右下がマップですね。はいはいはい。で、自分のところ以外、イノシシがいる。イノシシは、あの、食べれる、ちょっと強いんでやめた方がいいです。でも触らない方がいい、うん、少し触らない方がいい。で、めいめいちゃん町の、はい、人ってどうやって産むんですか。いい質問ですね。これ今ある建物が、これ町の中心という建物ですね。あ、鹿が逃げた。お、鹿が勝手に逃げますね。町の中心、はい。これ、左クリックすると、これ左下にその、ま、建物の中で物を作ったりするものを選べるんですけど、はいはいはい、左側の、上に町の人を作成っていうのがあるんで、ありますね。これをワンクリックすると人を作れます。F ってどれですか。 F って左上のなんかコストが 50F って書いてます。コスト、50フードですね。あ、フードか。フードなので食料です。食料、あ、だから食料がないとダメなのか。この、並んでる数字で言うと左から2つ目。あ、木の実がある。ああ、これか。なるほどなるほど。木の実もですね、町の人をそこに移動するように指示すると、そこの木の実を集めます。ほうほうほう、とっても木の実を集めさせよう。で、町の人が例えば一定量10個とか集めて、で、町の中心に戻った段階で、あの上の数字に反映されます。確かに。なるほど。で、ですね、次に、ですね、試しに人を一人作っていただけますか。作ってます。出来上がったらですね、教えてください。はい、あ、ユニットを作成するにはもっと家が必要だと。そうなんです。
あら、絵が足りないと。誰か、要するに、営む場所がないということですか。そう。あ、営む場所は、それちょっとあの、まあ、表現があのだいぶ飛躍してるんですけど、まあ住む家がないんですよ。やめてもらっていいですか、真面目にやってる。住む家がないんですよ。ちょっと遊ぶのやめてもらっていいですか。なので、僕は真剣なんですけど。あのちょっとそう、暇な人を見つけて、まず左クリックします。で、はい、左下に建物を建てるの選べるんですよ。はいはいはい。建物、軍事施設、あとこれ補修って壊れた建物直したりできるんですけど、ここで建物一回押してもらっていいですか。お、羊がいた。そうするとあの家を建造ってできるんで、とか適当なところに家を、まあなるべくあの街の中心から少しだけ離れてる方がいいですね。あんまり隣だとね、後々邪魔になる。街を建造、建造ってどこから出るんですか。あ、人をクリック、左クリックして、左下の建物って押して、はいはいはい、そこに家の建造っていうのが。おお、羊殺しちゃった。じゃあこの辺に、はい、まあ家2軒ぐらい建てときましょう。なかなかね、あのやっぱ、営む場所がないとですよね、うん、ですよね。やっぱ発展していかないんで。そうですよね、人はやっぱり 作り出さない。はい。羊増やせるんですか。羊は増やせないです。もともとこのもともといる、数決まってます。あ、そうなんですか。じゃあ試しにですね、人をですね3人ぐらい作ってみてください。はい。あのもう一度復習をしたいんですけど、人を作るのは町の中心を押して、して左側の左下の町の人を作成っていうのをワンクリックすると1人作られます。なるほど。でポンポンポンと押すと3人ぐらい。 OK です。でもう1軒ぐらい建てとけばできると。はい。なるほど。金がめっちゃいっぱいあります。金がいっぱいある。ただまあ金はまたおいおい説明します。まだ必要ないです。なるほどなるほどなるほど。羊が3匹しかいない。うちもそしたら馬に乗ってる石膏をですね、あの暇な間にちょこちょこ動き回しまくって探しまくるんです。トナカイ。トナカイはちょっと違うかな。食べれないかな。やべ、敵の、多分敵の馬が来た。あー、石膏が多分、まあ、まだ攻めてこないですよ。この辺に金がある。割と水辺が多いな。なるほどなるほど。これはじゃああれだな。なるほど。これそろそろあれだな、マップをするために人質を何人か外に周りに配置したい。イノシシがまたいた。あれ羊増えてる。あ、増えてねえや。これ近くに倉庫とか置けないんですか。ですね、それも説明をしたくてですね。お、そろそろ人、はい、人できましたか。新しい人来ました。そしたら3人を、マウスの左クリックとあれで囲んでもらって、ビーッと囲んでいただきまして、はい、ですね、またあの建物を建ててほしいんです。ほほほ。左下の建物を押してもらって、脱災場の建造っていうのがですね、上の段の右から2つ目かな、あの斧で木を切ってるねアイコンがあるんですよ。あ、はいはいはい。これであの近くの木がねいっぱいあるところの近くにポンと立てていただきたい。ほうほうほう。ほい。立ててやりやがりましたよ。
で余ってその建て終わるとその作ってる人たちが木を刈り始めます。うわ大事、木は大事ですね。木は大事、これ木がないと家建てられないんで。あ本当だ、木も70しかなくなってる、はい、見てあれですよね、左上のアイコンの一番左端です、左側ですね、はい。そんな調子でまずはあ、そっか、木を切る人を5人に増やしましょう。お、なるほど。家を建てなきゃだめ。はい。金の採掘をやらしちゃった。いや、一回この飲み体を建造にも不足しています。あ、またもう一匹来た。お、結構近くに敵の文明あんな。でも海に囲まれてる感じなんですけどね。多分一面だけ空いてる方から来てんじゃないですかね。どっかしらあの水があるところでもなんか水草みたいな浮いてるところ伝ってこれちゃうんで、それかもしれない。あーなるほど。あーなるほど。そこだ。分かった分かった。おうおう、ちょっと石膏って攻撃できないですよね。できますよ。あ、え、石膏は攻撃能力あるんですか。あの戦闘ユニットなんで戦闘できます。あ、今足真似さんのとこ来た。あ、青いのって、あ、僕ですよ、はい。あ、なるほど、よかった、攻撃しないで。誰かにつなげよう。作られた人がどっかどこにもいないですよ。おっと、あ、なんか敵がいる。誰だ今の味方か。紫色って味方ですか。敵だね。いいっすよね、うん、あいつどこ行った。そしたら今何もしなくて手持ち無沙汰な一般市民を探す方法がありまして、画面右下の人がね壁木に手をついてね、黄昏れてるマークあるんですよ。赤いのも来た。はいはいはい。これ押すと何もしない極潰しを発見できるんで。え、どれですか。ああ、これか。そうそうそう。もう働けこの野郎って言って働かせてください。あ、いたいたいた。働けお前。中来た、中来た。闇、弓打ってる、弓打ってる。あ、倒した。やったじゃん。やばい、これそろそろ。これそろそろ来るぞ、やったら。そんなすぐ来ないと思うけど。多分多分ね、あれですね、予想を抑えておかなきゃ。木を切るってのはどれでしたっけ。すいません、なんとも。あ、木を切らせたい。はい。脱菜場作りましたか。脱菜は作ってないですね。まずそのまず何もしない人いたらその人を押して、はい、左側の左下の建物建造のボタンを押してもらって、うんうんうん。で、次の、画面変わったら、これか、そうそう、木こりみたいの、そこ木の近くに立てればその人は勝手に木切り始めます。了解。で人を定期的に作ると。そうですね。でそのですね、今まで何かを収穫したら町の中心まで行かなきゃいけなかったのが、雑菜場があると一番近くの雑菜場に行ってくるようになるんですよね。で羊飼ってる人で暇な人いたら、羊飼ってる人とかもう終わってるかな、いない、ちょっと待ってね、どうしようかな。はあ、説明難しいな。また暇な人を見つけて、ですね、ちょっと俺も守っとかないとやばい、攻め込まれるぞ。
もう今戦士育成場を作りました。あ、なんか多いの来た。あ、それ僕です。あー、なんだ、来た。みんな一回ビビる。例えば、あ、ビビりますよね。マリオさんはこの木1号あるとこあるじゃないですか。はいはいはい。ここの近くにさっきの要領で、あの、脱災場じゃなくてもう一つね、なんだっけな、粉引き場。そう、粉引き場はその食料を集める中継地点になりますんで。ああ、なるほど。近くに粉引き場を建ててください。そう、脱災場の近くに粉引き場。あ、違う、木いちごの近くに脱災所作る。あ、はい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 。あ、木が不足していると言われた。そうですね、木を切る人はね、大体まあまずは5人かな。近くに寄らせればやってくるんですよね。近くに寄らせる、木を切るのが、はい、脱災場の近くにある木を、右クリックすれば始めてくれます。これ緑は誰だ、誰の家だ。俺だな。これじゃあ花の羊か。花さんとマリオさん近いな。 あ、ごめん、あの、あれしていいよ、もう一回近づけば多分できる。あの、自分のものに戻せる。ちょっとあの、あのイノシシやってきてよ。え、いや、人じゃないと無理だ。あの、石膏じゃ、石膏じゃ戦えない。やってきて。石膏でも戦えるよ。あ、石膏で動物は無理ですよね。石膏で動物やれるよ。あ、そうなんですか。やれるんですけど、まあとりあえず今そんなそこ気にしない方がいいですね。ほら、花気にしなくていいってよ。あの、なんかめっちゃいろんな人来た。動物が反撃食らって死ぬパターンがあるんで。あ、石膏がいいな。あ、で花さんね、あの、町の中心に今人を格納してる状態になってるんですわ。はいはいはい。だから町の中心を押してもらって、一回ワン左クリックして、してあのベルのボタンを押してもらっていいですか。はい、押しました。キリリリン。あ、もう一回押してもらっていい。そしたら出たよね。はい。そしたらなんだ、町の中心を押して、真ん中あたりに人のアイコンみたいないですか。左側じゃなくて真ん中が町の中心なんですか。あ、集まってきた。みんな集まりましたよ。いや、それもう一回押して、みんな元に戻してあげて、して、はい、仕事に戻してあげて、それでさらに、なんか人入って、黄色いのが来た。人入ってんぞ。黄色いの来た。黄色いの足真似さんよ。あ、黄色いの足真似さんか。白黄色。あ、じゃあ大丈夫だ。びっくりした。町の中心左クリックして、町の中心って書いてあるんじゃないですか。はい、戦ってる。の右側に、よし、倒した。なんかキャラクターのアイコンみたいないですか。はいはいはい、ありますね、人の。それは、あの、左クリックしてあげてください。出てきた。ああ、そういうこと。なんかね、中に格納されちゃってたっぽい。あ、いっぱい、いっぱいいる、めっちゃいる、めっちゃいる。この人たちをなんか仕事させてあげて。はい。多分そう。粉引きをベリーに置け。そうだね。みんなニートやってたみたいだから。採掘場を作るか。そうだね。採掘場作った方がいいね。ってことは足真根さん方向に敵がいるのか。にもいますね、敵がね。多分真ん中か左下にいるんじゃないですかね。そうっす。あ、左下僕なんで右。あ、違う。あれか、下によって見えてる角が違うのか。いや、一緒だと、マップは一緒。真ん中一番下。よし、帰ってきた。あれなんか、あれだな。でね、そう、私は私暇やろ、チーム生。マリオさん、
あ、ていうか、足前さん大丈夫ですか、わかんないこと。なんとなくやってます。なんとなくやってます。なんとなくやってます。すいません。マリオさん、そうすると、キイチゴなくなりそうじゃないですか。なくなりそうです。じゃあ、一人、キイチゴ飼ってる人に、ちょっと新しい指令を出しますんで。畑を作らせるんですか。そう、よくわかりましたね。さっき、ちらっと見ました。畑を作りましょう。よし、じゃあ、この辺だ。これもなくなる。この辺に畑作ろう。お、終わった、こいつら。お前らちょっと高いです。粉引き場作らせると同じ要領で、一クリックして建物を押すと畑マークあるんで、左側の下かな、2段目かな。あれ、足真似さん白だ。おお、敵か、攻撃。あ、死んだ。そう、真っ白真っ白。白か黄色、なんかパッと見わかんない。わかんないですね、これ。なんか今通ったやつが白なのか黄色なのかわかんない。あ、僕の馬もこっちにいるよ。地元に帰った。あ、白い敵のあれもチームだな。白い敵いますね、じゃあ。畑ってどのくらい作るべきですか？木を切る人と畑は、10人ずつ最低でも行ってください。じゃあ、もう畑はじゃあ10面作んなきゃいけないってことです？うん。はいっす。とりあえず5人でいいや。で、ですね、そろそろ進化しましょうか。何、進化できるんですか？できますよ。町の中心を押してください。はい。で、領主の時代に進化みたいな、領主の時代進化だっけなって書いてあるのが、左下にあるんで、はい、それを押すと次の時代に行けます。本当だ。始まった。ちょっと待ってば。出ない。出た。その中心をして。あれ、この赤いのはマリオさん？あ、そうそうそう。今、足真根さんの方に行かせました。なるほど。両親の地図。まあ、敵の位置を把握するとき、ちょっと石膏を散り回さらして。エントリーするとき言って。お前、ごめんなさい、ごめんなさい。エントリーっていう言葉が出てくると思わなかった。その単語が出てくるとは。そんなエントリーってみたいな。大事、まあ、大事ですけどね。いや、大事なんですけど、ヒヤッとするから。まさかみたいな。敵かみたいな。石膏同士がすれ違った。紫と白かいて、とあと水色がいるんだよね。ああ、水色もいるんです。花さん、次の時代いけそうっすか？まだっすね。そしたら、一人は暇な人いたら、建物を一個作ればいけると思うんだ。ほうほうほう。あ、ほんとだ。家が必要だって言われた。建物、戦士を作る、軍事ユニットを作る建物を作れば。お、進化した町が。進化した。軍事ユニット。これか。軍事ユニット作ろう。紫、これは敵かな？槍兵と、民兵どっちを作る？まず、兵士を作るには金が必要なんですよ。はいはい。なので、まあ、金を掘るところをちゃんと確保しないとすぐお金がなくなっちゃうんで。なるほど。じゃあちょっとあれですか、これまたなんかあれがあるんですか？採掘場ですね。採掘場、そうで、石と金があるところの近くに建てて採掘をしていく。あ、本当だ、やべ、石別枠だ。うん、採掘場はね、一つでどっちでもいいんですよ。金でも石でも同じなんですけど、うん、マップ上に散らばってるのは別なんで。そういうことですね。はい、確かに本当だ。まあ、2人ずつぐらい採集する人を回せばいいかなって感じですね。金と石は。ハニャンさんのところに行こう。働き。カリウド終わったか、仕事。どうとか。前には。なんだなんだなんだ。左上ですね。あれ？マジか。これか。時代進化。押せました。押せます。あ、いいね、いいね。
水路発見。食料不足だな。あ、やべ、もう胸音作ってるこいつら。早い早い。なんか音楽あった。これ家いっぱい建てないとダメだな。軍人が建てない。うん、家はね、ある程度。そして人も足りない。これは悩ましいぞ。そう。悩ましいんだ、それ。悩ましいっすね。兵士は別に何でもできるんですか？巡回とかしとけるんですか？兵士はね、そこら辺にプラプラさせて大丈夫。あ、もしやるとしたら、あのね、敵を追いかけてどっかいなくなっちゃうんで、守備体制にしとくといいかもしれないですね。左下の、あ、これか、2段目の、1個、左か2つ目ですね。あ、戦ってる戦ってる、一人で来やがって。あ、これ畑は使い切ったらもう一回クリックしなきゃダメなの？そう、右クリックを押せば補充できる。そんな感じなんです。あとは粉引き場してもらって、はいはいはい、畑の再建っていうのがね、ここにストックできるんですよ、はいはい、あ、なるほど。15個まで、うん、ある程度ストックしとくっていうのも、しとくと、はいはい、あ、 OK、 いいです。了解です。はい、あ、6人いる。じゃあ忙しい。そうね、忙しい、ね、あ、ね、こういうの忙しいんです。忙しいって言いながらマリオさん肩肘ついてるじゃん。暇そうだよ左え、マウスじゃないですか基本的に左は使わんす。え、使う？ え？ え？間違った。ほら、そういうこと言うから。間違った。何その人のせいにする感じ。間違った、ほら。そうでしょう。あとね、なんか建てるもの。鉄工所ができた。あと市場も建てるとね、みんなのマップを共有するってことができるんで、とりあえず市場を建てるのをおすすめします。あ、やばい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 、敵来た敵来た敵来た。うん、船来た船来た船来た。どうしようどうしよう。頑張るんだ。兵がいない。雑魚かよ。市場も立ってるんですけど、あ、地図の市場立てて、地図制作研究っていう上の段のやつがあるんで、これコスト払わないとね、できるようにならない。市場ってどこですか？どうやって建てる？市場ね、さっきのあの家建てるのと同じ流れで、2段目の真ん中あたりにある市場の建造っていうのは。軍兵にアップグレード、軍兵作ろう、アップグレードしよう。あ、これまずいかもしんねえ。これ簡単でやらなきゃよかったかもしれない。どういうことですか？敵が俺のとこも攻めてきた。うお、早いっすね。船がいる。近くにいる。そうなんです。マジいな。非常に危険な。簡単なのに敵がもう攻めてきたんすか？敵も簡単なんじゃないですか？敵も簡単なんだけど、ちょっとどういうこと？敵も簡単だからなんかいろいろサクサクできちゃう、進めちゃうのかなと。いや、もっと激しいよ、普通とか。あ、そういうことですか。うん、多分もうみんな全滅してるぐらいな感じですね。マジか、そんな。うん。まあ、あの難易度上がると敵が最初から持ってる資源が多いっていうのもあるらしいんですけどね。ああ、なるほど。魔人じゃねえの。まずいっすね、畑燃やされてる。待って、敵何がいんの。
って可能な限り資源を集めといて、ちょっと待って、やばいやばい、普通に戦闘になる、これまずいぞ。来たか来たか、船いなくなった。なんか全然進んでない文明のとこもあるな。結構ばらつきありますね、そこら辺は。ありますね、これ。やっべ、めっちゃ攻撃受けてる。やべ、これファーストウェーブしのがねえと死ぬな。おっと、ここは切っちゃうしかないから、あ、先は行けないのか。お、行ける行ける。あ、なんか知らん人来たぞ。知らん人、なんかいる、なんかいる、なんかいる。あ、船来た、船来た。マリオさん来た？え？マシュマロさんとこに横した馬。あ、横した横した。言って。あ、やべやべやべ。民兵が戦いに行った。船が来て民兵と戦いに行った。民兵でなんとかなるのか。やばいやばいやばい。こっち攻撃撃ってる。うわあ、やべ、海賊いる海賊。強え強え。やばい、騎士がいる騎士がいる。やばい、敵対騎士がいる。やばい、攻撃を受けています。バフラのチュビンから攻撃を受けています。やばい、港が。やばいな、これ。これみんな死ぬんじゃねえか普通に。そんな。よし、今から軍事施設を建てるぞ。まずいな。次の時代に行ってるコスト払ってる間に絶滅すんな。ちょっと待ってよ。なんか隣にすげえ町屋みたいなのあるんですけど。風車がくるくる回ってる町がある。あ、多分近くに侵略してきてるんじゃない？やば。あ、今日よし。いや、これ今だ、今行こう、今しかない。青はショムキスさんなんですよね。青、風車がくるくる回ってる街って、それ俺じゃなくて。ショムキスさん違う、狼に押されて、襲われてる。マジか。なんか入ってきた、なんか入ってきた、なんか入ってきた。あー、聖職者が襲いにかかってきてるかな。まあ、とりあえず、攻撃仕掛けちゃった方がいいと思う。そうですね、今軍兵で潰しに行ってます。いや、イヌチェリが来てるよ。これまずいな。そんな壊された、戻ってこい。よし、聖職者はみんな死んだ。石壁の建造、お前はこっから入れないぞ。お前はこっから入れないぞ。造船所作れねえから船一方的にやられちゃうな、これ。あ、もうね、海はね、切った方がいい。どうせ、自分の町まで襲ってこないと思えば。うわ、てか、うわ、ま、めっちゃ真横にあった、町が、敵が。あー、それは、しかも、あれだわ。やる気のあるやつらですか？やる気のあるやつらですね、がっつりやる気のあるやつらが。マジかよ、なんでやる気のあるやつ。まあ、一個できることは、とりあえず人一人だけでもいいから、花さんの家のところ拠点まで逃げてって、そこでまた新しい生活を営むっていうのが、とりあえずまずできる回避手段。まず今、とりあえず一旦ちょっとそっちに。あー、ちょ逃げろ、逃げてくれ。手の動きと声のあれがテンション違うけど、だいぶリラックスしてるな。だいぶリラックスしてる。いやー、つうかもう俺なんで花の方に防衛拠点、防衛回してんだ。船が来た。あば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 。皆殺しにしろ、その男たちを皆殺しにするんだ。我が町を
我が町を侵略して1,2,3,4,5,6,7,7,7個船来た。あーぷぷぷ10個来た10個来た船、あ20個来た。あーこれはひどい、やばい、俺たちの石壁が壊されていく。食料が不足していて戦えない。つうかなんでこいつら銃持ってんだよ。あ、そういう文明なんですよ。早いよその文明にたどり着くのが。が軍兵が全く戦っても倒せない。これやばい。20隻ぐらい船来てた。石壁を壊されています。 うちの兵隊がやられた。ああみんなそんなとこに向かって、女の子が向かって行ってしまった。やべえな。あやべえ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 、そっか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 、そう来たか。やべ、早く家建てろ。やばい。いや、お前らは立てろ。なんとか逃げ切ってくれ。いやーこれはごめん、花ちょっとこっちの土地借りるわ。いや、いいんだけど、こっちやべえんだ。上でしょ。右上。どうしようかな。さ三平ちゃんしかないんだよな、これやれることって。あー早い早い早い、壊すの早い。本体壊されたら僕はどっから町の兵士を蘇生させればいいんですか。本体を壊されたらっていうと、もともと町の中心にあったあの建物です。一人でも生きてれば町の中心をあの家建てる要領で作れるんで。あーなるほど。どっか違うところに逃げてまたあの新しく。あ、なんか赤い兵士来た。あ、やばいやばいやばい。あ、あかん。あかん。じゃあ赤い兵士それ全部俺。あ、びっくりした。紫のやつをやろうとしてんだよ。ちょ、右上。いけ、お前らいけ。ほら。やばい。窓打ち、あれを作んなきゃ。よし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 。お前ら死ね。違う、そう違う、そうじゃない。違う、そうじゃない。そう、壁を制作させない気だ、あいつら。あー、我が町が滅びておる。出兵した兵士が全員一瞬死んでいく。あれ、うちの兵士どこ行った。あ、やべ、食料つける。オーナー、守備体制だ、守備体系を整え。守備体制を取れ。俺ちょっと花川守備体制で押さえておくわ。参ったなこれ。これやべえな。迎撃を窓。ああ石がないだと。What the fuck。くそ、作戦途中でられた。逃げよ。花さんのとこ逃げるわ俺。みんなで集まりますか。みんなで集まる。船やべえんすけど。やばい、俺だけ孤立するパターンやそれ。船しかともダメあれ。セクションなんかぶっ壊されてるし。星じゃない。お前ら壁を作るんだ。そんなことやってる場合じゃない。壁を作るんだ。石垣はつなげていけばいいんですか。そう、ピーって引っ張ればつなげていける。ほんとだ。あ、なんか船減ってる。多分どっかに。お前ら何やってんだ。お、これ何、追いかけてこんなとこまで来たのか。あ、花そんなとこに。じゃあ俺こっちを防衛するわ。そっか、紫側防衛に回るわ。
よ。鉄工場を作りたい。ここに鉄工か。鉄工が枯渇している。ちょっと花さんとこ移民だわ。これは。みんなで移民しましょう。一、うん、回移民する、ね。これは無理だ。あやつですねこれ。うわあそんなとこに敵がいたのか。真横かよ。海だと思ってた。我が町が占領されちまった。よしいいぞいいぞ。とりあえず花さんは次の時代に進化 したんだっけ。2個目までは行ってますね。ああはいはい。市場建てて市場で市場の中で馬車をちょっと待ってね。あ、はいはいはい、作るとね、家がもっと必要だ。家建てよう。どこら辺がいいかな。まあ超近いけどこれでいいや。石倉はどっか行った。あ、チャンス。ゲーム作るチャンス。なんでお前らそんとこにいるんだよ、クソ。家作れ。海に出れないのか。海全滅だもんな。ましたね、全滅。海は全滅だ。やられたわ。うわ、もうかなここまで来ているぞ、敵が。やだ、聞こえない。やばいやばい、塔のとこもう壁まで来てやがる。あ、家が足りんくなった。ハノさん、馬車作るじゃん。一番。はい、待って。おー、やばい。来た。どうした？船来たな、今。どこ？船じゃないの？来てる。多分これ海を経由してきやがった。いやーそれは嘘だよ。あ、輸送船とか作れるんでガンガン行けるよ。完全にこれ輸送船できた。やばい。いやそれは嘘だよ。嘘になるって。現実を受け止めろよ。防壁を作らないとやばいぞこれ。花。あ、でね、このあの馬車いるじゃん。はいはい。これを例えば例えば花さんのところの市場あるでしょ。はい、あります。やばい、向こうのグレードが。あれ、一人全滅した、どっかの文明が。足真根さんのマップの左下の文明がね、滅びた。ありがとう。コンピューターどうして。いや、紫が強いんすよ、多分そうだね。あ、で馬車をこの市場がちょっと上に僕の市場があるんですよ。わかります？少しね、上のところに。うちの市民を殺してんじゃねえ。これかな。ああ、いますね、はい、これを馬車、自分の馬車をここに向かうようにクリックすると、あと自動で往復して、往復するたびにね、お金を稼いでくれるんで。ほうほうほう。これ4体ぐらい行ったり来たりずっとさせると結構いいですよ。金がなくても金が手に入る。お、素晴らしい。永久期間じゃないですか。永久期間です。この世に永久期間はないと信じていた。何言ってんの。急に何出した。なんで
感じなんですよ。なんでうるさいな。はやべ、続々と来たら、続々と来たら。来たな。ああ、ごめん、多分それ、この人たち俺を滅ぼし終わったからそっち来たんだと思うわ。早く次の文明に行かないとやばいぞ、これは。やばい、滅びる滅びる。こうして、あー、それやばいな、兵士の数か。あ、なんか敵の聖職者っぽいの来た。あいつ殺せばワンちゃん。ワンちゃん。俺はもうやたら人を作るよ。それがいい。それがいい。マンデイ。マンデイ。いいよ。いいよ。敵の聖職者殺したけど。お、すげえじゃないですか。え、もうやべえ、壁壊されてる。止まらない、止まらないよ、敵の攻撃。そうだね。あ、船来た、もう船来た。あ、それまずいな。マリオさんとこ、それやばいな、攻め込んでくるな、それ。壁壊された、壁壊された。これ、聖職者を逃がせば大丈夫なんですか？いや、そんなことない。聖職者は、あの、味方の HP を回復してくれるってだけだから。滅びないためにはどうすればいいんですか？ん？滅ぼせばいいんですよ。なんてわかりやすい。なるほど。すか。しかない。わかりやすすぎて逆に恐怖だ。あ、やばい。こっちの城やられる。あ、やばいぞ。ガチでこれ共同戦線張らないと。うん、やばいやばいやばい、めっちゃ来た、めっちゃ増えてきた。これどっち戦えばいい？無理じゃね、船と戦う。船はね、仕方。どこ？マリオいない。左下から来てる、左下から来てる。俺の石集め隊が石集める余裕がなくて戻ってきた。左下俺って開拓してんのよ。だから そっから敵が来てんだよ。ああ、そっちから来たー。待って。ああ、そっちからかー。ああ、ああ、殺されてる。ああ、殺されてる。あの、やばい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 、あの、やばいよ。これか。あ、来たね、来たね。めっちゃ来たね。どっか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 。俺たちの畑が来てる。左下から来てます、左来てます。うわ、ハサーがいるじゃん、嘘でしょ。無理だぞ、こんな。あかんあかんあかん。やばい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 、畑が。こういう紫と水色の世の中なのか。やばい、俺たちの粉引き所が。これはいい、やれ。はあ、やばい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 。うわ、めっちゃ船来てる、船来てる。めっちゃ怖そう。やばい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 。ちょ、待って待って待って。あ、すげえ。ああ、やばいやばい。ちょっと、やばいやばい。俺、足場でさんのとこ逃げる。いや、俺のとこも壊滅してますよ。あれ？あ、ほんとだ、壊滅しとる。あ、これ黄色ってじゃあ、足元さんのとこじゃないんだ。あ、この右、黄色のとこ僕ですよ。黄
右からでしょうね。はい。あ、なんかやっぱり海から、海からめっちゃ来た。壊滅させられてます。あ、やばい、これ。これは終わったわ。白い白馬の。俺んとこの金を奪ってやがる、あいつ。あれ？あ、でも紫と戦ってる。紫と白馬が戦ってるな。あ、戦ってるけど俺のところはしっかり攻めてくるんだ。えげつないやつらだな。容赦ない。これ完璧に GG ですわ。何がない。乗り慣れてる4人でやってもひしひ言ってますもん。結構そうですね。簡単でこれか。おい。一番下のレベルってことですもんね、これ。いや、もっと非常に簡単がある。あ、俺の絵が燃やされた。どうにかなると思ってましたけど、すいません。いやいや。非常に簡単でやりましょうか。非常に簡単で、まだできますか？大丈夫ですか？まだできます。あ、僕ちょっと抜けても大丈夫ですか？あ、了解です。強さは CG。あ、そっかそっかそっか、シージ行くのか。了解っす。おう、まさにはシージに。わかんない、何するって言われたから。棒によったらみんなで行こうか。パンサンシージ行くの。パンサンがね、ゲームしようって入ってて。いやー、早かったな、壊滅した。びっくりした。割と順調に待ち尽くしたはずなの、うん、作るところまでは順調だった。あ、なんかしかしエスケープボタンを押してもらって ゲームを放棄ってやって、その後に達成状況っていうの、うんうん、もう使ってないんで、ゲームを放棄って押してもらって、そしてもう一回エスケープ押すと、あの達成状況って見れるんですよ。エスケープ動かない。そう、動かないんです、僕も。あれ右上でやりました。達成状況って見れます？あ、見ました、見ました。で、これ、そうそう、達成状況って。で、タイムラインっていうのが、下のタブであるんですけど、はいはいはい、これがあの人口数、はい、で、あの、自分の色の国で、色が淡いのが、普通の一般市民で、濃いのが戦闘するユニットの数なんですけど、うわー、だいぶ早めに紫と白作ってんだこれ。うん、コンピューターは超早いですよ。早いっすね。足間さんめっちゃ順調に。そう、来てた。これでも足間さん、あ、そうか、足間さんじゃないのか、この紫。足間さん、緑色。緑色かな。あ、この間か。あ、右上のメニューかなんか教えてもらえば。そうですね、右上のあの、なんか巻物のマークでね。すげえ、倒された人花さんトップで星マーク。あれ、あれ俺うまく聞かない。本当だ、101人だ。倒された人が、うん、星マーク。村っと一斉マジで。え、右上のあのマークない？あー、これか。巻物マークかな。巻物マーク。保存して終了。放棄か。あ、放棄。ゲームの放棄。保存してもこれ絶望的な先しか見えない、うん、でもう一回なんか巻物マークを押すと達成状況って見れるんで、ソメキスさんと同じタイミングぐらいで3になってる、てか4になってる。早い、超早い。達成状況早かったっすよマジで。すげえな、4になってるのかよ。そうなんすよ、しかも4がわりかし早々なんですよね、色と、うん、オレンジと紫強。なんだよ、あの船で来んのやめろよマジで。いやーすんません、やっぱ非常に簡単から始めるべきでしたね。いやいやいや、全然全然、あのあれじゃないですか、面白かったね。これ面白かったですね、やっぱなんかそうっすね、もうちょっと、うん、効率性をもっとやって学んでいかないとって感じだ。そうそうっすね、そうっすね。もちろんでもマップによってあれですもんね、ランダムですもんね。うん、何があるかとかっていう。あ、そうそう、ランダム、うん、やり慣れるしかないですね、ほんと。そうですね、とりあえず OK。 次はこれ、次はこれ、何が必要っていうのをどんどん先々考えれるようになって。
そうなんです。じゃあこれとりあえずゲームを終了で。はい。